マリア・ユーリエブ・ナ・シャラポワは、ロシア、西シベリアに位置するチュメニ州、ハンティマンシ自治管区、ニャガン市出身の元女子、プロテニス選手。WTA ツアーで、シングルス36勝、ダブルス3勝を挙げた。自己最高世界ランキングは、シングルス1位、ダブルス41位。史上10人目の生涯グランドスラム達成者。グランドスラム優勝5回。 準優勝5回。2004年 WTA ツアー選手権優勝。ロンドンオリンピック銀メダリスト。両親はベラルーシゴメリの出身。父はユーリ・シャラポフであり、ロシア語圏では男性名詞、女性名詞に名字が分かれており、女性名詞ではシャラポワ男性名詞ではシャラポフである。ベラルーシ人の両親の間で生まれたシャラポワは、ロシアで生まれたために、 ロシア人扱いになっている。2010年10月に NBA のロサンゼルスレイカーズに所属するサーシャ、ブヤチッチと婚約したが2012年8月に解消したことを明らかにした。1986年に起きたチェルノブイリ原子力発電所事故の影響により、コメリニキョを構えていた両親がロシア、西シベリアにあるニャガンへ移住を決意指導地で出生。 マリアは4歳の時からテニスを始め、6歳の頃、マルチナ・ナブラチロワに才能を見出され、フロリダ州のニック・ボロテリー・テニス・アカデミーへの入学を進められる。7歳の頃父親と共に渡米したが、アカデミーの入学資格は8歳以上だったために、入学できなかった。また、高額の入学金、授業料を捻出するために、父の有利は2年間アメリカで働き続け、 シャラポワは、個人コーチの下で練習を続けた。シャラポワが9歳の時、再びアカデミーを訪れ入学テストを受けると、その類稀まれな才能を目にしたニック・ボロテリーにより、特別小学生としての入学を許可された。シャラポワは2001年4月19日、14歳で WTA ツアーにデビューした。1年後の2002年4月21日、 クサツ国際女子オープンテニス大会で中村愛子に6から4、6から1のストレート勝ちを収めプロ選手としてのトーナメント初優勝を果たす。シャラポワ本人もクサツでのツアー初優勝は私の原点と常々語っているという。その後 ITF のサーキット大会でさらに2つの優勝を加えた。シャラポワが世界的な知名度を獲得したのは 2003年ウィンブルドンの4回戦、進出であった。ワイルドカードで出場した彼女は、3回戦で、第11シードのエレナドキッチを6から4、6から4のストレートで圧倒した後、続く4回戦で、同じロシアのスベトラーナ・クズネッツォはに1から6、6から2、5から7で敗れた。同年10月のジャパンオープンにおいて、シングルスとダブルスで、 WTA ツアー初優勝を果たす。シングルス決勝では、アニコ・カプロスに2から6、6から2、7から6で競り勝ち、ダブルスでもタマリネタナスガンとのコンビで優勝した。2004年、シャラポアは、全仏オープンで、パオラ・スアレスとの準々決勝に進出した後、ウィンブルドンで4大大会初優勝を飾った。第13シードから勝ち上がった彼女は、決勝で、 セリーナ・ウィリアムズを6から1、6から4のストレートで圧倒した。17歳2ヶ月でのウィンブルドン女子シングルス優勝は、1997年に16歳9ヶ月で優勝したマルチナ・ヒンギスに次ぐ、大会史上2番目の年少優勝記録である。18歳未満の選手が4大大会女子シングルスを制したのも、1999年全米オープンに17歳11。 二ヶ月で初優勝した S ウィリアムズ以来であった。続く全米オープンでは3回戦でマリーピエルスに敗退した。10月のジャパンオープンには第1シードとして出場し、決勝でアメリカの魔性なワシントンに6から0、6から1のスコアで圧勝し、大会2連覇を達成した。この日は台風22号が関東地方を直撃したが、 例年より多い約9000人の観客が来場したことから、シャラポワ効果という言葉で表現される場合もあった。女子ツアー年関西終戦、WTA ツアー選手権でも初出場で、初優勝を飾り、セリーナ・ウィリアムズに4から6、6から2、6から4の逆転勝利を収めた。2005年は2月に東京体育館で開催されたトーレパンパシフィック。 オープンテニストーナメント決勝で、リンゼイ・ダベンポートを破って初優勝を果たし、好調なスタートを切る。しかし、ウィンブルドンでは準決勝で、ビーナス・ウィリアムズに6から7、1から6で敗れ、大会に連覇はならなかった。同年8月22日、ロシアの女子テニス選手として、史上初の世界ランキング1位になる。2006年全米オープン優勝2006年には、 トーレパンパシフィック、オープンテニストーナメント準決勝で実現した、マルチナ・ヒンギスとの初対戦が、大きな話題となり、シャラポアは当年度から、現役復帰したヒンギスに3から6、1から6で敗れた。この年の全米オープンで、彼女は2004年ウィンブルドン以来の4、大大会決勝戦に進出し、ジュスティーヌ・ウェナン・アーデンを6から4、6から4で破って2巻を獲得した。 全豪オープンで、シャラーポワは初めて決勝戦に進出したが、世界ランキング81位のノーシードから勝ち上がった、セリーナ・ウィリアムズに1から6、2から6で完敗し、ここでは、準優勝に終わった。この後全仏オープンで、初の準決勝に進出し、アナイバノビッチに2から6、1から6で敗れた。また、全米オープンでは3回戦で、アグニエシからドアンスカーに不覚を取り、 あっさりと大会連覇を逃してしまう。ツアー年間最終戦の WTA ツアー選手権では3年ぶり2度目の決勝戦でジュスティーヌ・エナンに7から5、5から7、3から6で敗れた。B&L チャンピオンシップ前後をオープンでシャラポワは2年連続2度目の決勝でアナイバノビッチを7から5、6から3のストレートで破り、初優勝を飾った。 本大会では、リンゼー・ダ・ベンポート、エレーナ・デメンチェは、ジュスティーヌ・エナン、エレナ・ヤンコビッチの競合を圧倒し、全試合ストレート勝ちで優勝を決めた。これで、シャラポワの4大大会優勝も3勝目となり、あとは、全仏オープンを残すのみとなる。2月の対イスラエル戦で、フェドカップに初出場し、シングルスで2勝をした。しかし、2008年は、 ふくらはぎや右肩など多くの故障に悩まされた年でもあった。5月14日にエナンが世界1位のままで現役引退を表明したことから、翌週にシャラポワが世界1位に返り咲いたものの、全仏オープンは4回戦敗退に終わり、ウィンブルドンに至っては2回戦で姿を消してしまう。7月末のロジャーズカップ3回戦敗退の後、 彼女は長期間の戦線離脱を余儀なくされ、北京五輪への出場も断念した。フェドカップ決勝も登録はされたが、出場はしなかった。2009年3月前半の BNP パリはオープンで、シャラッポワはエレーナ・ベスニナとのダブルス戦に出場し、8ヶ月ぶりにツアー大会へ復帰した。1年ぶりの4大大会出場となった。 全仏オープンでは2年ぶりの準々決勝でドミニカチブルコバに0から6、2から6のストレートで完敗した。2009年10月3日、シャラポワはトーレパンパシフィックオープンテニストーナメントのシングルス決勝で第7、シードのエレナ・ヤンコビッチと対戦する。第1セット途中にヤンコビッチが棄権したため、シャラポワは2005年以来4年ぶり2度目の優勝を果たした。 前年優勝者として出場した2010年の大会では主催者推薦出場のクルムダテキミコに5から7、6から3、3から6で敗れ初戦で敗退している。2011年5月の BNL イタリア国際でシャラポワは決勝でサマンサストーサーを6に、64で破り、約1年ぶりのツアー23勝目を挙げた。 全仏オープンでは4年ぶりのベスト4に進出したが、準決勝で優勝したリダに4から6、5から7で敗れ全仏初の決勝進出を逃した。ウィンブルドンでは決勝に進出したが、ペトラ・クビトバに36、46で敗れ7年ぶりの優勝はならなかった。2012年全豪オープンでも決勝に進出したが、ビクトリア・アザレンカに36、06で敗れ4年ぶりの優勝を逃した。 全仏オープンでも決勝に進出し、さらエラニオ6から3、6から2で破り全仏オープン初優勝を及び、史上10人目のキャリアグランドスラムを達成した。大会後のランキングでは4年ぶりに1位に返り咲いた。7月のロンドン五輪で五輪に初出場し、開会式ではロシア選手団の騎手を務めた。シングルスでは準決勝で、同じロシアのマリア・キリレンコを6から2、 6から3で破って決勝に進出した。決勝では、セリーナ・ウィリアムズに0から6、1から6で完敗したが、初めての五輪で銀メダルを獲得した。全仏オープン2013年5月マドリードオープン、準決勝にて通算500勝達成。2013年全仏は2年連続決勝進出。セリーナ・ウィリアムズに敗れ準優勝となる。 2014年マドリードオープンで優勝。第7シードで出場した2014年、全仏オープンにて3年連続で、決勝進出。決勝で、シモナ・ハレプを破り優勝。全仏は2年ぶり2度目の優勝で、グランドスラム通算5個目のタイトルとなる。チャイナオープンで優勝。2015年全豪オープンにて3年ぶり4度目となる、決勝進出。決勝で、 セリーナ・ウィリアムズに敗れる。BNL イタリア国際で2年ぶりの優勝。前回優勝の全仏オープンでは、ルーシー・サファーロバに敗れ4回戦敗退。全仏でベスト8に上がれなかったのは2010年以来5年ぶり。12月に開催されるコカ・コーラ・イートでは、ジャパン・ウォリアーズの一員として参戦。1月に行われた全豪オープン期間中の検査で、 世界アンチドーピング機構が2016年から禁止薬物に指定したメルドニウムの陽性反応が出ていた。シャラポワは3月7日に記者会見を開き自ら事実を公表し、すべて自身に責任があり国際テニス連盟から長期にわたる出場停止処分が下される可能性があると語った。とんでもない過ちを犯してしまいました。 このような形で4歳の頃から愛し続けているテニスのキャリアを終えたくはない。機会が与えられるのであればもう一度試合の場に戻ってきたいんです。と引退への気持ちはないことを明かした。競技での収入をはるかに上回る収入源であるスポンサーのナイキポルシェタグ、ホイヤーなど大手企業が契約を停止したが、ラケットのスポンサーであるヘッドは 彼女が見せた自身の過失を公表し、認めたことへの誠実さと勇気は、称賛に値する。マリアは過ちを犯してしまったかもしれないが、我々は彼女との契約を継続する。とコメント。6月8日、国際テニス連盟がシャラポワに対して、2016年1月26日に、遡ってドーピング違反により、2年間の選手資格停止処分を、 化したことを発表した。この処分決定によりシャラポワは、全豪オープン女子シングルスベスト8の成績と2016年、WTA ツアーランキングポイントが無効となり、賞金の返還も求められる。またシャラポワは、リオデジャネイロオリンピックテニス競技ロシア代表に選出されていたが、これにより、オリンピックへの出場資格も失った。今回の ITF の処分について、 シャラポア側は2年間の資格停止は重すぎて受け入れることはできないとしてスポーツ仲裁裁判所に提訴10月4日に資格停止期間を9ヶ月短縮して15ヶ月とする裁定が下された年間最終ランキングは昨年の4位から91位まで急落復帰時には世界ランキングが262位まで低下していたため復帰後の大会は ワイルドカードを獲得しての出場が次々と発表され、これは論争を呼んだ。出場停止処分が明けた直後の4月、ポルシェテニスグランプリでワイルドカードを得てツアー復帰し、準決勝まで進出した。怪我にも悩まされたが、全米オープンでは1回戦で当時世界2位の指紋、ハレプを下して復帰後 GS 初白星を挙げた。 10月の天津オープンで復帰後の初優勝となるツアー通算36勝目を挙げた。年間最終ランキングは59位だった。全豪オープンは3回戦でアンゲリック・ケルバーに敗れた。イタリア国際では準決勝まで進出した。全仏オープンは準々決勝まで進出したがカルビネ・ムグルサに敗れた。ウィンブルドンは初戦敗退、全米オープンは4回戦敗退だった。 年間最終ランキングは29位だった。現役晩年全豪オープンは3回戦で前回、女王のキャロライン・ウォズニアッキに勝利したが、4回戦で、アシュリー・バーティに敗れた。2月のサンクトペテルブルクレディストロフィー2回戦を、右肩の負傷で途中棄権すると、その怪我が長引き、全仏オープンは欠場。復帰戦のバーミンガムクラシック1回戦では白星を、 上げたが、ウィンブルドン選手権1回戦を途中棄権。8月のロジャーズカップで再復帰するも、全米オープンは1回戦で、セリーナに完敗を喫し、その後は肩の故障が長引いたことで出場はなかった。年間最終ランキングは136位まで下がった。ブリースベン国際と全豪オープンを立て続けに1回戦敗退で終わると、2月26日に、 引退を表明した。シャラポアは、華やかな容姿とプレイスタイルに加えて、四大大会の女子シングルスで生涯グランドスラムを、達成した実力も備える数少ない女子テニス選手の一人で、ある。2004年のウィンブルドンで17歳にして、初のグランドスラム優勝を上げ世界的名声を得た。ベースラインプレイヤーで、恵まれた体格を生かした強烈なサーブとストロークを、武器に、 打球時に叫び声を上げる強力なパワーテニスを展開する。強く深く角度のあるフォアハンドとバックハンドを持つアグレッシブベースライナー。WTA では珍しくリバースフォアハンドをよく使う。長身を生かしたボレーも強力。フラット系のショットをストロークのベースとしており、感覚をつかむまでは不安定だが入り出すと相手にとって脅威。カウンターショットを 最大の持ち味としており、少々打点が遅れても、そこから切り返して、より攻撃的なショットが打て、また一見でたらめなフォームに思える時でも、きっちりコースをついて切り返してくる。フォアハンドは、ボールの引き付けが良いという特徴がある。しっかりボールを引き付けて、まともに正面から捉えるため、かなり厚い当たりで打つことができる。得意な打点が、後ろ目にあるため、 追い込まれても他の選手より思い切って叩ける。それを活かしたランニングショットでのカウンターを得意とする。シャラポアはテニス選手のみならずファッションモデルとしても多方面の活動を繰り広げており、女子スポーツ選手としては世界トップの収入を誇る。2007年2月14日、シャラポアは国際連合開発計画新善大使に就任し、 チェルノブイリ原子力発電所事故後遺症に苦しむ祖国ロシアベラルーシウクライナの8つの若者支援プロジェクトに自身の基金から10万ドルを寄付すると発表した2011年の東レパンパシフィックオープンでは東日本大震災で被災した福島県の中高生を招き激励している2017年5月 ESPN は世界で最も有名なアスリート100人を発表し シャラポワは23位に選出された。女性アスリートとしては、ロンダラウジー、セリーナ・ウィリアムズに次ぐ3位。使用ラケットは、ジュニア時代からプリンスだったがヘッドに契約を変更し、ウェアとシューズは一貫して、ナイキ。ツアー経歴を通じて、日本のトーナメントと相性が良いことから、日本好きで有名である。好きな日本食は、しゃぶしゃぶと、抹茶アイス。 2011年よりフィジカルトレーナーは日本人の中村豊が担当。2016年全豪オープンでのドーピング要請を記者会見で発表。ロシア代表が決まっていたリオゴリンも出場できなかったが翌年にはトーナメントに復帰した。2020年12月英国人ビジネスマンとの婚約を自身のインスタグラムで公表した。W イコール優勝。 F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF。 B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。2018年全仏4回戦の不戦勝は通算成績に含まない。ありがとうございます。